バックの方を出す。あのサーブ。フォアの前に。チキータで返す。点がかかってますので、はい、ボールが沈んでですね、打ちづらいんですよね。これもチキータ。今度はフォア側に。これはバックに回り込む。かかってますね。バック側、深かった。4点に離れています。また、吉村選手のバックハンドはそれほど大きなバックスイングを、はい、まあ、取らなくてもですね、切るということですね、それだけ。取れません。どうしても大きい。フォア側、攻める吉村、うん。ここまではサーブ4本とも全て吉村が基地取っています。まあ、いい勝ち、立ちですよ。フォア側へ、攻める。少し下がった吉田。攻める吉村。うまい、よくです。準決勝の第2試合、ただ吉田も本当に粘りましたね。今のはまあうまくしのいだんですけども、はい、吉村さんがサービス、フォアの前に出す。打ち合いになる。1対3。フォアの前に決勝に進出する準決勝の第2試合、水谷との対戦です。まあ、かなりこう打ちにくいところではありましたが、バックに返す。フォアで攻める吉村。このサーブで主導権が握れないですね、吉田は。まあ、吉村選手のレシーブが非常にいいですよね。長いですね。これはフォアの前。吉田攻める。アウトで。フォアの前。バックで打つ。で、ポイントが取れませんでした。攻めます。バック側に。いますフォアの前。バックに強く返す。やはりこう読んで強く返せると吉村もなかなか強くまたリターンができないわけです、ね、難しいですよね。きつい体勢。フォアで返す。後ろに下がっている。最後まで攻めていきました吉村です。あまりないですよね。バックで返す。攻める。フォアでいく。ネットにかかりましたですけども、まあ、そこをですね、まあ、吉村選手がバックハンドで盛り返していきましたね、はい、なかなかあの体勢で1点です。5対4。フォアで攻める。このバックにチキータで、フォアで攻める吉田。浮いた。前に出す。強く攻める。浮いた。よく拾う。入っています。よく取っている。つらいですよね。まあ、しかし吉田選手よく、はい、返しましたね。フォアで返す。攻める。勝った。その得意なチキータを出させないところにサーブを出しましたね。まあ、あのような形になると吉田選手が、はい、これをフォア側にタラバックで返す。大きく前に出す。攻めます吉村。高さを出す吉田。後ろに下がります吉田。ここは吉村、フォアの前にチキータで返す。打ち合う。ポイント取りました。11本しかポイントにできませんでしたが、第2ゲームでは9本中5本をポイントにつなげることができました。やはりこのサーブでポイントが取れるようになると得意なパターンに持ち込めるわけです。体の前に出す。チキータで返した。今度はフォアの前に。これもチキータで返す。フォアの前に出す。すぐいた。ラリー長くなります。ここまでゲームカウントは1対1です。大きくこうコートを使っていこうというところでした。サーブは吉田。打ち合う。フォアとバック。
冷静に見ている印象がありますね。まあ今は落ち着いてプレーしてますね。ミスもチキータで返す。フォアに。フォアで打つ。払う。ポイントは吉田です。チキータで。コースを変えていった。強打。チキータ。長く。フォアの前。フォアの前に出す。ラリーになる。フォアで行く。吉田が打つ。おー、けどバックで返す。長めのサーブ。3球目こ。点というのがかかっているわけです。はい、回転量がありますね。すると吉田選手ポイントができますね。強いですよね。うん、小さく切る。吉田バックで返す。3対3ポイント並びます。やはり吉村のバックで返す。チキータでか。ここら辺もベテランらしいですよね、はい、もうギリギリのところです。バック側に来やはりここもこう回転。フォアで行く。得意な方。今度はバックに。チキータで返す。フォアで打ち抜きました。8対4。サーブでポイントが取れるようになってきている吉田。フォアの前に出す。攻める吉村。前に出した。返す。吉村。なんとか追いつきましたが、その後の体勢というのが取れませんでした。フォアのかなり前の方も多く使っている。バックにラリーになる。フォアで打つ。打ち合いになった。制したのは吉田。ゲームポイント。野木対吉村。サーブにも変化をつけた。わずかに外れ。画面手前が吉田、奥が吉村。またサーブを変えていった。打っていく吉村。フォアの前、バックで返す。バックで打つ。フォアでの打ち合い。フォアが得意なのはよし。チキータがね。フォアの前に出す。浮いた。これもフォアの前に出す。チキータで返す。フォアで打つ吉村。相手の逆。チキータでバックに返す。これも徹底掴むラケットを使っていますので、バックがなかなかちょっと打ちづらいというところがあります。そのバックで返す。踏まれて短いサーブに変えていました。打たれないような、はい、まあ、そういうふうな気持ちで、まあ、プレーしてミスをしてしまいましたね。フォアの前にチキータで返す。チキータで返す。吉村主導の展開。入っている。帰らない。対に奥の吉田がリード。で返す。バックで打つ。バックサイフォア。吉田フォアで打つ。吉村有利になる。入りません。としてはどうなんでしょうか。いや、勢いに乗ってきますね。やはり打ち合いで勝つとですね、はい、やはり自信が持つことができますよね。ラリー。チキータで返す。相手を崩した。吉村有利な形。高く返す。先ほどはこれでポイントを2つ取っています。あー、ネットにかけた。取り返しましたね。
わざと高く返して相手のミスを誘います。また高く返すことによってですね、はい、自分のしていますチキータで返す。フォアで打つ吉田、バックに回った。吉村有利な形、先ほどと同じような形になった。これも返った。吉村決められるか、強めに返す。あー、ここも吉田のポイントです。3対1。このループの細かく切る、壊れ返す。守る吉田、先ほどと同じような形。ポイントも3対2で吉田がリードしています。払った。フォアの前にチキータで返す。フォアの前にチキータで返す。同点に追いついて吉村。浮いた。フォアでいく。コースを変えた。フォアで打つ吉田、また高い、返す。ロビングで返す。あ、取れない。もう引退場からおーという声が聞こえてきます。いいラリーですね。今日は本当に大勢のバック。いいリターン。フォアで返す。おー、まあ、ここ一本重要ですね。相手のフォアに、早い、今度も長い。ただ吉村は有利な形、ネットにかかった。ニャルゲーム勝てば決勝進出。やはりここも長いサーブからというところでしたが、うまく吉村が対応しました。先ほどのアドバイスだね。先に攻めた。チキータで返す。打ち合う。浮いた。下がる吉田。このゲームを取りますと決勝進出。その思いというのがプレーにも出ています。吉村経験は豊富な画面奥、吉田チキータ逆をついた。チャンス、粘る。これも返っている。あー、わずかに外れて決勝へ駒を進めることになります。まあ、だいぶ吉村選手もサーブは追う吉田。チキータで返す。フォアで打つ。やはりこの形ができるまで我慢が必要。終盤このプッシュをするようにしてこう相手の狙っていく、こういった攻撃が多くなってきました。あんまり良くないと思いますね。変化をつける。フォアで打つ吉田、ラリーになる。よし、ないですね。これが吉村の強さです。本当に今大会を通じてこの良さが出て。おお、ここはいいところに出しました。早い攻撃、フォアで攻める。チキータで返す。バックでのラリー決めました。吉村大きくガッツポーズ。初めて